これからスタートの動きを迎えます。最終コーナーが立ち上がります。さあスタートの動きを迎えます。ヤマハカデットオープンクラス、今スタートが切られました。スタートが切られました。さあ、ラストレッシュボール大声のボールが待っていたのは小田優位、いやスターナンバー12の方か、山口右京が現在トップ。今第6コーナー第1試合を立ち上がってダブルコーナーに行きます。そして2番目になりましたのは小田優位の山口右京です。そしてその後には三瓶慎も続いていました。今第2組を立ち上がって、そして最終コーナー立ち上がってまいりました。今ストレート、まず1周目は小田が制しました。小田優衣が制しました。そして2組は山口右京、そして3番手には三瓶です。3番手争い、3番手と大きい大きい外側にラインを変えた。1コーナーへのアプローチ、ここからぐーっと加速をしてスリップについて3コーナーで一歩させたいところですが、3番手が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 3
ていきます。5台の争い、2番手争いの集団です。その後ろにカーナンバー15のアローを追いついていきましたか。いや、アンダーも追いついてますかね。トップのマシン今コントロールラインを通過していきます。7勝より8勝に入ります。カーナンバー14のアンダーもこの2番手争いに追いつきました。これで6台で争われます。2番手争いでその後ろは7勝に追いつきます。そしてこれは4番手争いに入ったカーナンバー15のマシンです。アラオがここで1つポジションを上げました。佐藤は息を抜きました。ダブルコーナー抜けて第2ヤンピンに入ります。第1コーナー立ち上がって最終コーナーに来るトップのマシンは完全に1人旅、今コントロールラインを通過していきます。そしてカーナンバー13のサンベ、大月、アラオ、佐藤、山口、パッタとついていきます。台数は少ないですが、これは新たな自由に行動が始まります。現在、工事場ではヤマハ、サデトークラス決勝2が行われています。さあ、これで2番手が入れ替わりました。2番手が入れ替わった。やっと抜けました大月、サンペを攻略します。ですがそのサンペ、第2ヘアピンに入った。これで2番手また取り戻します。立ち上がって最終コーナー、そしてコントロールラインに戻ってまいります。あ、失礼しました、アラオですね。アラオが2番手、大月が3番手です。サンペは5番手まで、あれどこで変わりましたか。これはなんか大丸でやってると使われるようだ。今インフィールドが入ってきました。カーナンバー15のアラオが現在2番手に上がりました。このアラオはタイムトライアルで今日トップタイムトップ出してますからね、2ポイントを獲得しています。ここでポジションを上げて2番手まで上がってまいりました。トップのマシンが今コントロールラインを通過、残り周回は2周です。残り周回は2周、アラオさすがにここから小田を捉えるのは厳しいか。その差が5秒くらいですかね、ありそうです。さあ、そして2番手争い、2番手争いが激しい。ご覧のように佐藤は4コーナーへと入ってきます。アラオの後ろから佐藤を狙っていきます。佐藤を一気にダメージ第1第2ヤピン立ち上がって、そしてカーナンバー15のアラオが2番手に戻ってきます。そしてカーナンバー10の大月がここで3番手、表彰台に手を下げました。ファイナルラップです。ファイナルラップに入っています。3番手アラオは2台7手のラストレート、これはアンストンとこれでどうなったか。トップのマシンは小田優です。小田優は今年2年目の選手、レーブレッシュチーム山形でトップクラスです。完全に後ろを置き去りにして今第2ヘアピンへと入っていきます。これは勝ちを確信、今最終コーナー、レーブレッシュ小田優が見事にペースを制しました。そして2位はカーナンバー15、アラオ